ません。授業を始めますよ。皆さん、おー、おまやおまや。Hello everyone! How are you? I'm fine, thank you. Yes! そうです、yeah. ちょっと、コメント欄の皆さん、メグ先生の授業は、コメント欄もいじっていくんですよ、今日は。はい。今、あなた、なんて返事しました、はい、How are you? I'm fine, thank you. And you? Yes!Yeah. 皆さんも書きなさい、yeah. コメント欄もう一回行くわよ、yeah. Hello everyone, how are you? I'm fine, thank you and you コメント欄見ましょう、はい、oh. Oh. 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 Awesome. Oh. Oh yeah, oh yeah, OK, 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 OK素晴らしいです。それでは授業始めていきたいと思います。はい、皆さん、グッモーニング、イブニング、ハローハロー、センキュー。宇田川子役の桜川メグ、今日はメグ先生です、よろしくお願いします。メグ先生、はい、皆さん、エブリワン、はい、こんばんは。白金リンク役の志崎香音です、お願いします。お願いします。今日はなんだかいつもと違いますね。はいはい、そうなんです、うん、何ですか、私は誰ですか。メグ先生です。そうです、今日は私が先生、はい、Teacher and 生徒、スチューデントということで、はい、やっていきたいと思います、yes. そして、yeah. スチューデント、のんちゃんだけじゃない、はい、おんのんのんの、しざきさんだけじゃないわ、no. 画面のみんな、あなたもスチューデントということで今日はやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、先生。そして今月はなんとロゼリア劇場版強化月間、うん、バンドでエピソードオブロゼリア1約束の公開が4月23日金曜日、公開まであとどんぐらいなの、はい、シューデント。ワンマンス、ノーノ、2週間です。あ、そうノーノ、10ウィークス、イエーイ、もうすぐなんです。あ、ダメだ、英語弱いんです。そんなこと言ってる場合じゃないわ。勉強頑張ります。もう4月は月間、しざきさん、はい、例のやつ、カモン。かしこまりました。それでは行かせていただきます。教えてメグ先生、リピートアフターミー、 OK、 コメント欄ももう一回、もう一回行きましょう、うん、Let's go。 教えてメグ先生、リピートアフターミー、コメント欄教えてメグ先生、メグ先生だ、メグ先生、ちょっとラグがあるわね、ラグがありますね、先生見るわ、うんうんうん、おお、あ、ちゃんと書いた、あ、書いた、来たわ、来ましたよ。オーケー、オーケー、皆さん、オーケー。それでは私、メグ先生にあこちゃんに関する質問、はい、じゃんじゃんしていってください。しざきさんも、はい、画面の前のみんなもコメント欄で質問カモン。はいはい、先生カモン、いいですか。オーケー、先生が、メグチ先生が思う、うん、あこちゃんの一番の魅力は何ですか。オーケー、オーケー、ここからね、はい、本題よ、はい、ですね、はい、やっぱり中学生、はい、一番ちび、あ、あこちゃん、あこちゃんが来た。カメラさん、こんなアプリしてもらっていいですか。カメラさん、ちょっといいですか、はい、あ、あこちゃん、あこちゃん来たんですか今日。はい、あこ来ました。 あこちゃんだ。なんかすごい決意があるような顔してるけど、うん、すごい決意があるな、はい。ね、あこに質問なんだっけ。うん、あこちゃんが成長したなって、うん、自分が成長したなって思うところはどこですか。あこちゃん、はっ、フィーミー、あこちゃんだ。何してるの。あこはなんか横に動いてるの。横に動いてるの。大丈夫。うん、大丈夫。髪の毛がボサボサになっちゃうかもしれない。風が吹いてんの。あ、そうなんだ。飛ばされる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あこがね、成長したのはね、うん、リミが大好きな気持ちかな。あ、うん、私もあこちゃんのこと大好きだよ。私も好きです、白金さん。あ、宇田川さん、宇田川さん、あれ、宇田川さん、ちょっと無視しない、よし、よし。 あこちゃん、ああカオスすぎて、カオスすぎて集中つかなかったですね。一回戻りましょう、はい、はい。だるま作りチャレンジ、イエーイ、だるま、だるま、
ね、だるまの片方に片方の目に願いを込めながら墨を入れて達成できたら、もう一片方にさ入れるって縁起物があるじゃん。目に描くやつですね。そう、はいはい、で今日はこちらをカラー粘土を使って手作りしていきたいと思います、はい、ということで届きましたが、え、自分たちでですか？そうじゃあ手袋があるから手袋しましょう。なるほど、手が汚れるので手袋していきたいと思うんだけど、今日はねせっかくなんで、はい、ロゼリアっぽいだるま作りチャレンジしていきたいと思います。いや可愛くなりそうですね。ちょっと待って、なんか台本にさ、うん、バラでデコレーションできたら最高ですねって、これ誰ですか？そんな技術私たちにないよ。そうですよ、そんな高望みされてますよ。ということで視聴者の皆さんも応援やちょっとアドバイスとかね、うん、コメントでしてもらいながら作っていきたいと思いますんで、うん、応援してね。早速スタートしていきたいと思います。レッツゴー、レッツゴーさて待って、これは何ですか？これでね、これでだるまを作るんですね。だるまね、ちょっと待って、これだるまなんだ、これだるまね、硬っ、すごっ、まあ、これで結構できてると思うけど、水があるので、なるほど、硬いから水で形を作れて、え、でもこうやって工作みたいな図工のなんか授業みたい、ぽいね、ぽいね。え、目口先生じゃないですか、これ。目口先生出番じゃないですか？目口先生、はい、何ですか？今、なんか粘土があんまり、うんうん、こねるの、ちょっと待って、なんか分裂しちゃったの、ちょっと待って、このまま行かせばいいのに、なんであなた分裂だけ、なんかもうカオス、あなたどうするのよ、楽しくなっちゃって、面白いからなんか分裂しちゃったの、ごめんなさい、ちょっとじゃあ丸めます、ちょっとそうね、はい、めっちゃいい、見てください、先生手が汚れちゃいましたしなきさん、あなた学生時代の美術の成績はどうだったの？はい、私結構良かったんですよ。良かった、自分初めて本当にすんのこれ本当に良かった。なんかね、良かったんですよ、作品を、はい、なんか良かった作品だけなんか残して何個か選んでくれるじゃないですか、うん、先生が、うんうん、優秀賞というか、そう大会に出す用のね、そうそう、うんうん、あなた選ばれたの？それめっちゃ選ばれてましたよ。本当本当、嘘じゃない。めぐち先生、これめっちゃお菓子みたい、なんかお菓子みたいなんですけど、そう、なんかこれすごい手触りが、ハイチュウみたいな、ね、商品名言うのやめましょう、ちょっとごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、チューイングガムじゃなくてチューイングキャンディーみたいです。そういう規定が効くのね、あなた。めぐち先生、いい感じだ、お顔がもうできてきたわ、早くないですか、さすが先生です、なんかこういうのもある。しざきさん、何ですか？これどかしなさいよ、ちょっと見えないわよ、ちょっと。なんかつぶって。どうする？なんでですか？先生どうやってるんですか？先生はこうやって顔を作って、この上になんか顔を描いて感じして、音がすごいわ、どんどんすごいわ。まあいいわいいわ、その調子で作っていきなさい。顔だるまですもんね、顔が必要ですね。オーケーオーケー。もう顔を作ってコメントも分かったので、ここはみんな書き換えなさい、もうオッケーオッケーということで、オッケー、この調子で先生は目玉を、早くないですか先生、お前が、そうだわ、片方入れるっていうのにもうなんか両方に入れちゃったから、そういうのはやめましょうね。ちょっと白に白の目玉どうすればいいの、まあ、先生はいいわ、オッケーオッケー、このままいくわよ。めっちゃ楽しい、楽しいです。楽しいなら何よりだわ。楽しい、なんか図工の授業みたい、うんうん、やっぱりそうですよ ね、うんうんうん、目口先生は科目担当の科目は何なんですか？図工の先生じゃなくて、私は何でもできるわ。何でもできる、何でもできる、すごいですね。家庭科とかもできるんですか？家庭科、裁縫得意ですし。そうなんですか？数学もいけるわ、なんか問題出してみなさい。12×12 144、あ、15×15、もうやめましょう、それは先生。うん、そして、あ、間違えちゃった、だるまってどんな顔ですっけ先生、だるまってどんな顔しますの？あなたの中のだるまを表現しなさい。あなたの中のだるま、なんか結構怖い、どうしよう、大丈夫か、なんかやばい、この人自分でやったので怖いって、もう結構やばいことになってるんですけど。そうね、どうしよう、これあってなんか変な、ちょっとまずいなこれ、ちょっとじゃあもういいや、いいわよ、結構先生いい感じだわ。なんかロゼリアっぽいだるまにしようって話じゃないですか。あ、そうだ
そんなハードル、あなた、なんかあなた思い出しちゃうね。なんかそうですよね。もう顔すごいわ、あなたのだるま。そうですか。いいわよ、あなたらしくて素敵よ。なんかいいわよ、いいわよ、できたわ。楽しい。楽しいわね。超楽しいです。あなた人生の中でなんかだるまと出会ったこととかある？はいはい、だるま、うん、だるまと出会ったこと私ないよ、うん、ないわよね。そうよね、うん、だるまと出会ったことはありますか先生？そうね、先生はあの茨城県桜川市出身なんですけど、はい、そうですよね、なんか位置があって、何位置っていうかちょっと忘れたんですけれども、はい、なんか街でこうだるまばっかりをこう売り出して、そうだるまをみんな買うっていうイベントがあったわ。そうね、そうね、うん、コメント欄を見ましょう。皆さんの中のだるまエピソードお待ちしてますよ。だるまエピソード、うん、めっちゃ英語、英語。 I remember the cooking of the cooking。 あ、クッキングの話してるわ。あ、そうね、私たち、うん、作りました。作ったね、めちゃくちゃ美味しいやつ。そう、クッキー作ったのよ。そう、雨口さんが戻ってきた。そうそう、なんか似てるかも、ね、確かに、ね、クッキー作り、なんか楽しい。その時の思い、あ、ちょ思い出して、なんなのそのドンドンってこと、何に向きやん。ちょっとなんか顔を、え、だるま作ってんだよね。だるま作ってます今。だよね、だるま、え、おー、いいっしょ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 、大丈夫かな。でもこの、あ、うちの市にもだるま市、あ、だるま市、そう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 。だるまって何、しかもさっきからこのたつま、たつまって何だろうと思ったら、だるまって漢字だとこうたつまって書くんだ。なるほどね、そっか、うん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 、だるま、たつま、なるほどね、そうなんだ。オッケー、頭良くなったわ。だるまね。そうそう、毎月ね、毎年か家族でね、だるま買ったりっていうコメントも来たけど。だるま、なんか全然だるまについて知識がなくて。なんかわかんないから、まあ勘で作ってます。そうだね。なんか初詣とか行った時にこうなんか奉納されてたりとか。うん、な、あ、やばい。なんすか、バラできた。ほんとだ。でもちょっと、あー、梅干しみたい。あ、でもバラだ。よかった、使ってみた。梅干しじゃないはず、うん、え、みんなこれ10ポイントじゃない、ポイントください、コメントで。皆さん、だるまは群馬が有名らしいですよ。へ、そうなんだ。なんかコメントで教えていただけます。いいね、いいね。じゃあ、バラでも頭に、これ以上できないです、先生。なんかわかんないです。どうしたの、しさきさん、ちょっと遠目で見るわ。みんな期待しといて、しさきさんのだるま、眉毛があるわ。だるまってどんな顔すごいな。だるま、そうね、わかんないです。メグ先生はこのバラをどうやってだるまとドッキングしていかそうかっていうこと、なんかレベル高いことになって、うん、かわいい、超可愛いわ。なんかそうやって丸くできなかったんですよ、うん、そうに最初から分解したあなたはもう丸に戻れなかったわ。そうね、うん、私もいいわよ、うん、できました。あ、でも全然時間まだまだ余ってるの。もうこれはでもこういういい道具があるのに、もうあと1分だってあなた急ぎなさい、うん、いいわいいわ、うん、できた。え、それできてるの？それできました。子供泣くわ。家族で見てる方いらっしゃったらちょっとうまく慰めていただけるといいな。めぐち先生、オッケーオッケー、できました。ということで、じゃあ皆さんにも見てもらいます、うん、じゃあまあ一人ずついくわ、うん、じゃあまず、うん、めぐ先生から、はい、どうぞ。あら、かわいい。はい、これから目を入れるっていうことでお目目を描いてみました。シンプルですね。さらにシンプルの簡易的なものもできましたし、そしてこちらのバラ、なんとレベルの高いバラができたんでしょう。乗っけておきますか。はい、かわいい、だるまちゃんできました。なんかいい、なんか奇妙ですね。ありがとうございます。あなたに奇妙って言われたくないですけれども、かわいいということでコメント欄もありがとうございます。皆さん、かわいい、かわいいだるまできました。そして、どうしよう、いくわよ、しざきだるまいくわよ、かわいい、はい。あ、怖い、怖いよ。怖い。でもなんかちゃんと怖いよ。だるまの顔が忘れちゃった。泣きそう、泣きそう。これなんか、これ
これは。で目はやっぱり立体的に。コメント欄拾えないぐらい怖い。これは鼻です。緑。これなんで緑？これは唇で、赤は口の中。中。どうでしょうか先生。先生ちょっと笑いすぎてクラクラするんですけれども。うちのだるま。視聴者の皆さんどうですか、うん、大丈夫ですか、大丈夫ですか。あ、なんかピエロって言われてます、うん、似てるわね、ちょっと思ったわ。でもあなたの思いが、私のだるまはこちらです。あの多分目入れたらめっちゃ迫力ある。あ、そうね。では、うん、あのヒット祈願を込めて、はい、これから目に墨を入れていきます。墨をね、一般的にですね、だるまは左目から入れて、左目、願い事が成就したら右目に入れるそうなので、今回だるまの左目に入れていきたいと思います。じゃあ一旦置いて、はい、筆ペンね、いただいておりますので、はい、目ってどういう目なんだろう。それはあなたに任せるわ。ここまで来たらもう目も本当期待してるわ。じゃあ目、左目に、じゃあ描いてからみんなに見てもらえますかね。じゃあ描いていきたいと思います。マジで分かんない。間違えないでね、左目、はい、左ですね、うん、どうしよう、どういう目にしようかな。あのスタッフさん、なんとですね、これあの柔らかすぎて、あの凹凸ができてます。本当だね、ちょっと掘っていく形にしましょうかね、こうなったらね。どうしよう。はい、いいですよ、私は可愛くできました。黒で埋まるかな、ちょっとあんまり色がつかなくて掘っていくみたいな、でも可愛い形ができました。で、できた。じゃあちょっとめぐ先生の方からね、見ていただきましょう、はい、こちらです。ニコってしてる。そうです。でもなんか不思議です。はい、ちょっと掘れちゃったのでいい感じ笑っております。口とも合っていい感じになりました。だるまか。はい、じゃあ、あ、かわいい、志崎さん、はい、お願いします。わかんないんですけど、じゃん。あのですね、スタッフさんもざわついておりますが、わかってます。あなたなんですか、自分から見、あの左、右目だわ。え、嘘、右、だるまの右。あ、そっか。あやってしまった。あ、大丈夫よ、しざきさん。でもこれ、そう、入れたって外せるのよ。目取った、怖いよ。もう早く、早く、できた、できた、できた。あ、目が取れた。よし、鼻もついて。はい、できました。じゃあ見せてみなさい、カモン。うわあ、はい、左目、じゃ真ん中に集める、集めるわよ、こっちください。はい、できました。どうでしょう。はい、これで映画は大ヒット間違いなし。どうでしょう皆さん、どうでしょう。はい、これはひどい、やっぱりやばかい、恐怖映像、恐ろしい、はい、やっぱり怖い、ピエロダンルマ。そんなことないです。はい、怖い怖い、いつものやばい、半端ない、サスノン。はい、より怖くなったということで、はい、ヒット祈願特別コーナーでした。